おはようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。てんがらもんの毎日カウントダウンを上げてます。はい。あのー、画像加工が苦手なので、あのほとんど画像を加工したのを上げてませんし、ちょっと最近、やっぱり月末はね、あれなんでね、削除したものも結構多くなってしまいました。 はい。テンガラモンが、えー、上映、12月11日に上映になってます。上映になります。あの、カウントダウン上げてます。皆さんで、あのー、気持ちを盛り上げていって、かんあのー、テンガラモン、どうか、あのー、大成功になりますように、お願いいたします。ちょっと画像がね、加工するとちょっと危険なこともあるので、あのー、トップの画面しか使ってないです。で、 あの、右手にね、シュシュとか、なんか、シュシュがなければ、なんか、あの、スカーフとかでもブレス、ちょっとブレスレットとかでもいいと思うんですけど、右手に何かわかりやすいものをつけていきましょうっていうことでした。なんか、意見では、えー、は桜色のね、シュシュとか、まあ、私の、私はあの、青い、 春馬カラーのシュシュとかまたうーんなんかね上手な人だとなんかブレスレットでも馬のモチーフとかやってる方もいらっしゃいますねぜひなんかあの本当に春馬愛で映画館をいっぱいにしたいと思います太陽の子の時はですねあの浴衣とか ね、ロの着物で行ってくださった方も結構いらっしゃったみたいで嬉しく思っております。イチゴウサギもですね着、着物を着るんですけれども、ちょっとで、ね、最近肩が痛くてね、ここ2年ぐらいですね、四十肩なのかなあの、本当に肩が痛くて上がらなくなってしまって、帯が結べなかったりとかしたので、ちょっと着れなくなってたんですけど、最近、 ウィフィットで肩を回しても大丈夫なようになってきました。で、少しね、また年末年始のね、あの、初回たとかでも、ちょっと着物も着てみたいなと思ってます。皆さんで日本の文化も点灯していきましょう。はい。で、えー、っとですね、日日韓スポーツのですね、 映画賞がですね、はい、現在2位になっております。すいません、皆さん、応援お願いします。はい、あのー、皆さん、他のやつも素晴らしい作品なんですけど、できれば、三浦春馬さん1位にしてあげたいので、ぜひとも、これからね、あのー、やっぱり今までね、あのー、ちょっと、 実力をね、評価されてこなかったので、ぜひともそういう作品があれば、評価していただいて、あの、できる限りね、応援していきたいと思います。よろしくお願いいたします。検索してすぐ、日刊スポーツ大賞ですね、すぐね、あの、ちゃんと簡単な登録だけしていただければ、 11月30日まで投票ができますので、1日1回できます。よろしくお願いします。あとですね、ツーリストですね。はい。あのー、もうね、間際になってます。今月、できれば12月1日までぐらいにはご予約、早めにご予約いただけたらと思います。 こちらもカウントダウンしたいぐらいです。よろしくお願いします。ね、本当にね、三浦春馬さんのね、あの、ファンの方、ちょっとね、お疲れモードが見えてます。はい。でもね、あのー、彼の功績を称えられるのはファンだけですので、ぜひとも皆さん応援していきましょう。 よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。